せよ。さてと、さあ、うちのに着きましたよ。まあ、私はこれはいないみたいですけどね。ちょうど青の瞬間が止まってるじゃないですか。そういえば、さてな、どうもね、うちの視聴者の方がね、どうも来てるみたいですよ。女性のさっきね、ツイッターで写真上げてましたからね。で、どうも昼前から来とるらしいんでね、さては彼はこれに乗る気じゃないかと。きっとそうだろう。どっかにいるんじゃねえか、あいつ。まあでも、青のシンフォニーも豪華ですよね。すごいですよね。ということで、ばったりとうちの視聴者の方と会いましたね。なんかこういうのやると、YouTuber っぽいですよね。これが青のシンフォニーね。もう34分で来ちゃうんで、さすがにね、ちょっと私もチケット持ってませんから。さあ、あ、すいません。さあ、ってことでね、吉野駅来ました。まあ、なんとなくそんな顔してましたけどね、まさかのね、視聴者様と遭遇というね、ありましたけど。さあ、ということでね、ここずっと始まって、かしこじま行って、かしこじまから今ね、大和八木から差し出して。で、吉野駅行きましたよと。で、こっから結構大変なんですよ。あの、細かく行ってるんですよね。こっから、釈迦から合成線。合成線。で、古市から長野線ね。で、柏原線もありましたね。道明寺は、道明寺がそこから、道明寺線がこれね、柏原。道明寺からそこね。阿部の橋と。こっちの方面かな、あるよ。これは全然時間間に合わないんじゃないかな。ちょっとブライトしていきましょうかね。こっから先は、次の列車が12時30分。16時4分まで待っとったんですかね。なんかいくらか車線違いますけど。あるんですよ、これ。ちょっとね。さあ、それでは。あのシンフォニーを見送って。それで確実に1再生を稼ぎましたからね。2再生か。とね、友達も一緒にいましたからね。よし。よし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 。まあ、せっかくですから、ちょっと暗いと見てみましょう。音声の方ですね。あ、桜ソフト。よもぎソフト。あら、美味しそうな。三色ソフト。あ、ちょっと暖かくなってきた。そうもいいですね。思い通りでしょうか。かけのまきしようかないですね。さっき食べといてよかったですね。あ、これね、吉野といえばやっぱ桜ですからね。桜関連のがいっぱいですね。あ、こんにちは。これソフトクリームってやってるんです？今ね、カップでやってるんですよ。あ、ええ、じゃあ、この三色のやつでいいですか？ごめんね、ちょっと大丈夫。そうですよね、寒い時期やでね。そうなんですよ、ごめんね。三色ソフト、なんかね、フレーバーいいですね。あったかくなってきたら全然いけるな、これ。これ、食べておきましょうね。美味しくいただいたところでね、撮影再開。まあ、これだと桜堂とかね、さっきからね、山桜とか出てますね。まあ、よし、この辺りも全部これ桜なんですよね。とにかく桜で有名なのがこの吉野山と。
まあ、あの一般の方でもね、皆さんあの桜といえばね、まずねパッと思いつくのがソメイヨシノってあるじゃないですか。であのソメイヨシノっていう名前の由来になってるのはここなんですよね。ソメイヨシノの名前の由来はもともと江戸の中ソメイ村という、村があって、そこのおびき職人さんがこうねいろいろと、掛け合わせをしてですね、作った園芸向けの、桜を作ったと。それが、その桜をですね、当時もうすでに、この吉野の、作った品種に、吉野という名前を付けとった。ただしですね、これ園芸用の品種、この辺り吉野山に咲いているのは、山桜、昔ながらの山桜、ということで、これだとね、吉野の桜とね、に咲いている桜とね混同しちゃうんじゃないかということで、そのソメイの名前を取ってソメイ吉野という名前で、広く定着したということらしいです。ということでね、この辺りはつまりその江戸時代にはもうそれぐらいもう桜の名所として江戸にも知れ渡るような、すごい有名な、由緒ある、山なわけですね。で、まあ、これと掘ってずっとやると、まあまあな距離がありますんでね、私でね、今回はねこの後まだ尺度とかがね構成に、まあ安倍の橋からね、本当はね、あっちですね、難波の方ぐらいまで出たいんですけどね、さあ間に合うのかどうか。こっちに行くと軽分乗り場があるんですね。あちらにねこの辺り専門桜がね有名ということで、こんな風にロープウェイがあるんですね。オフシーズンということもで食事とかですね。あ、こんにちは。あ、いいですか、じゃあ。あ、わかりました。往復でじゃあ。はい。こっち帰るね。これまでね。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい、どうも。はい、どうも。よかった。間に合った、間に合った。はい、はい、はい。これのたりね。はい、はい、はい。はい、はい。すいません、すいません。はい、はい、はい。どうもありがとうございます。